やっぱ入場する前はすごい緊張したし、何話したらいいかっていうのもあったんですけど、まあいざ入ってみちゃうと意外と雰囲気に慣れてうまく喋れたかなって思います。そうですね、去年からずっといるんで、まあ、不思議な感じはあるんですけど、やっぱこれを機にまた気持ちもリセットしてどんどん上に上がっていけるように頑張りたいと思います。そうですね、やっぱユースじゃ感じれない部分もすごいあるしと思うんで、やっぱそういったところでは本当に、なんだろうな、プロで、もうこれからもプロとして見られる立場なんで、やっぱそういった部分ではその身だしなみや行動とかもしっかり気をつけていきたいなって思います。特には決めないですね。とにかく今年はゴールだけを求めて頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、自分のプレースタイル的にやっぱ、まあ、大先輩である牧誠一郎さんを目標とやっているので、やっぱそれに近づけるように、また越せるようにもう日々努力して、常に貪欲なプレーを皆さんに見せられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。